楽しかったけどね。うん、あ、ありがとうギフト。やばい、なんだっけこれ、もうやばい頭回んない今。確かアジかサバだよね確かアジかサバだよね、はい、アジでしょ。お待たせです。そう、今日はね、あのね、めっちゃ早くてロケでした。そう、5時に起きた、イエーイ。そう、ロケ行ってきたんですけど、今日はねすごく遠い場所に行ったんですよ。で、移動がね結構長くて、もう合計で5時間くらい移動してたかな。そうそう、それもあって、移動5時間合計でしてロケして、でその後帰ってきてラジオ収録があって1時間約1時間喋り倒してきて、うん、っていう一日でした。でさっき帰ってきて、もうご飯なんかちょっと食べて、そう、普通にすごいね、1日で移動5時間してロケしてって。うん、今日はね本当に頑張って、楽しかったけどね。だからお疲れ様って言ってください。ありがとう。まあでも移動って言ってもさ、その私が運転するわけじゃないからさ、その運転するそのスタッフさんの方が大変だよね。だからその移動が全然、移動額とかは全然思わないんですけど。ありがとう。でもロケ楽しかったです。今日もそう、ラジオも楽しかったよ。なんかエッサだったんだけど、初めてのメンツでした。いっぱい喋った。うん、すごいね、楽しかったから。来週の来週のエッサなのでぜひ聞いてください。そうだよ、4期生もいたよ。うん、3期4期とでした。今日は楽しみにしてて、さ、来週です。来週月曜分の収録を今日さっきしてきました。そうなの、めっちゃ喋っちゃった。うん、楽しかった今日は、すごい。でもそう、実はね、そう、明日も早起きなんですよ。は、明日も2個です。お仕事2つある頑張る、うん、明日も頑張っちゃうわよ。あ、当たり出た。あ、じゃあ明日大吉だ。明日も大吉ですね。もとっとっと、よし、ありがとう。そう、起こしてほしいな明日。うん、まだ次回の出演者出てなかったでしょ。そうなの、今日さっき今取り立てだったから。まあヒントは3期生1人と4期生1人と私というメンツでした。うん、起こして、起こして、明日、明日は起きられないかもしんない。トレーナー姿もかわちいね。ありがとう。トレーナーばっかり着てる、うん、あ、チャットにヒント出てた。わかった。今日はね、もう今こてってちょっと気抜いたら寝れちゃう。でも寝ません。まだ眠くない、あんまり。
本当にモーニングコールしてほしい明日そうだからね、そうなの、もう寝なきゃだから、今日は30分くらいで終わろうかな今日、うん、って思ってます。明日も一日だからね。今週はもう明後日もお仕事あったりするので頑張る。週末はフェスと公演だし、なんかちゃんと睡眠取らないとだなって思うから。そうなの、今週はねいろいろお仕事ありました。ありがたいこと。絶対に早く寝た方がいいよね今日。早く寝るね。スタッフさんチャットはラグビーボール、サッカーボール、バスケットボール、あ、もうわかるかこれでもうメンバーわかるね。そうなんです、今日はあのサッカー枠として行ってきましたラジオに、うん、わあお風呂入れないかもしんない。いや入るよ、絶対に入る、今日入るよ、うん、入らなきゃいけないから、いつもなんだけどね。頑張って入ります、うん、ね、そう聞いて、最近さなんか顔にほくろできたの。もともとあったか、私ってここにほくろあったくらあったっけって思って、今化粧してるからあんま出てこないんだけど、そう昨日くらいにこうやって顔こう鏡でパッて見たら、なんかここに、え、ここ一個あったじゃん、でもこの上にもう一個できてて、え、こんなことあんないよね。そうここに確か一個あったかな、ちょっとわかんないんだけど、あったかどうか覚えてないんだけど、なんかこの上にももう一個、そう分離したのそうできたの、うん、え、もしでもなんかし多分し、いやシミとかのやつじゃなかった、ちゃんとほくろだったんだよ。そうこれ2個目はできた、うん、そんなことあるんだねって思って、それか前からあったのか私が気づかなかっただけで、ちょっと分かんないんだけど増えました、うん、なんかさこの間さなんか涙袋欲しいって話してたじゃん、そしたらこっちにできちゃったここに成長したのか、ウィーンってウィーンって、あ、移動してきたのか、どっかのほくろが移動してきたのかな、じゃあどっかなくなったのかな、わかんないんだけど、2個できた、もう1個できた。今日さなんか朝起きた時、だから今日スマホのそのこのフィルム割れたんですよ、こう上の方がパンってちょっとだけで、なんか朝起きた時は割れてなかったから、どっかで多分ぶつけちゃったんだよな私が、気づかぬうちに。今日のは本当に気づかなかった、割れてた、ショック。最近割れてなかったからさ、ずっとって思ってたんだけど割れちゃったから、変えないと。でも私自分でできないから、本当にフィルムだけでよかった、これスマホまでってたら大変だったけど、うん、そうフィルムはいつも硬いやつ使ってる、なんかガラスっぽいやつ使ってるんだけど割れちゃった、
な、何したんだろう、どいつやったんだろうな。でも今日ロケだったからどっかでやっちゃったんだろうな、パキって。うん、そう、でも私ちょっとでももうなんかスマホのフィルムが割れてるともう超気になるからすぐ変える。そう、あんまり割れたくない、割れてるともうほんと気になっちゃうからもう剥がしたい今すぐ、うん、今日の朝割れたのでもうすぐ行きたい、すぐ張り替えたいっていう気持ちです。明日はもう新しいの買って自分でやろうかなって思って、明日には、うん、そう、もう超気になっちゃうんだよな私、フィルムうまく貼れないと。そう、私自分じゃできないから誰かにやってもらうんだけどね。カホが得意でさなんかずっとよく頼んでる、カホに張り替え。そう、自分じゃ絶対にできません、自分じゃできない私は。そう、やればできるんだと思うんだけど、なんかもしちょっとでも気泡入ったら嫌だから、うん、そう、難しいもん。そうなの、だから自分じゃやりません、失敗する。いやでも大体本気でやれば成功するんだけど、なんか難しいから。そう、わかる、なんかね、あの納得できないんだよね自分でやるとうん、でもさ今のフィルムとかってさ、ちゃんとなんか自分でできるようになってるんでしょ、ちゃんとわかりやすいように。でもやらない難しい、難しいもん。でもなんか人に任せて失敗されてもそれはいい、私は。そう、全然やってくれたから、ちょっとずれちゃったって言われても全然大丈夫ってなるんだよね。でも自分でやってずれるともう許せないの、変だよね。そう、なんか人にやってもらったものは全然いいんだけどねって感じです。てくれ、待ってほしい。そうなんです、うん、携帯のカメラレンズ割れてます。それさめっちゃショックだね、写真撮るときとか。ちょっと写真とか撮れないのか、うん、いや眠くないんだけど、さすがにもう目がゴロゴロしてるなんか朝起きた時今日目がめっちゃ痛くて、でもコンタクトつけなきゃだから無理やりつけちゃったんだよね。そしたら今日もう目がめっちゃ今ゴロゴロする、うん、今コンタクトはねつけてないんだよね。あの眠そうって言わないでください眠くないので、うん、移動中寝たよ今日。私寝るときこうやってもう首90度に曲げて寝ちゃうからめっちゃくちゃ起きたとき痛いんだよね
なっちゃう。でもね、すぐ起きちゃったから、うん、もう今日そうなの、車の中に寝ちゃってさ、起きた時すごかった、首が動かないの、いったって、うん、なんか大体髪型とかメイクしてくださった時はあんまり、そうメイクさんにメイクしてもらった時は崩したくないから、こうやってあの何頭つけられないんだよね、後ろに、だからこうなっちゃう、うん、私首長くないんだよ、首長いって言われたことないんだけど、そうネックピローを持っていくか迷ったんだけど今日、でもなんかロケに持っていくのはなんか違うのかなと思って、なんかさ寝にそのなんだろう、なんか寝る気で切ったって思われるのはちょっとあれじゃんと思って、なんていうのめっちゃ難しい伝えるのが、そうか今首バッキバキなんだよね今日すごい、うん、そうなんかなんて言うんだろう、いや持ってってもいいと思うんだけど、もうこれは勝手なこの自分の本当に自分のこだわりで、なんかロケの時は、うん、あんまり持ってってないんだよね、持ってく時は持ってくんだけど、そのなんかロケによってはなんか今日とかはね、そのなんかスタッフさんがそう運転してくださってるから、その撮影とかもしてくださってる、そう、そうだからなんかそのスタッフさんは運転とかして、それに撮影の段取りとかもして、撮影もしてって大変だから、これ私がネックピローを持って堂々と寝るのはちょっと申し訳ないのかなと思って、ロケの時はあんまりネックピローは持ってってないかもしれない、うん、でもさすがにあの日は持ってった、あのダナン行った日は持ってった、いや飛行機じゃなくてね、車移動もあったんだよね、堂々と使ってしまった、うん、分かる、いやすごい海外に行きたいですね、うん、それはめっちゃ思う最近特に、もうね、なんか YouTube でもその海外の海外旅行 Vlog とかめっちゃ見ちゃう、うん、行きたい国ね、でも私本気でもう一回ベトナム行きたいんだよね、そう本当に行きたいと思ってる、すごくいいところだった、うん、そうなの、なんか旅系 YouTuber の人とかめっちゃ見ちゃうんですよね、すっごく良かったかもベトナム、うん、そうダナンね、行きたいし、よかっ
ったな。なんか食べ物も美味しかったし、本当に楽しかった。いや韓国もめちゃくちゃ良かったけどね。でもなんか全然遠いヨーロッパとかも行ってみたい。なんかあったかいとこ行きたいな。そう、あったかいとこ行きたいか。あったかい時に行けばいいのか。そうなんだよね。ドバイ、ドバイ行きたい。すごいよね。なんかめっちゃ高いビルみたいな。行きたい。台湾いいね。行きたい行きたい。なんかもうドバイとかってさ、あれは本当に私は多分実在してないと思ってるよ。あんななんかすごいすごいところ。ハワイね、いいね。ハワイ、あースイスいいね、いいねいいね。行きたいわ。あれスイスだっけ、物価高いのって。そう、まあ、どこも高いか今。シンガポールいいね。いいいいいいよいいよ。でもどこでも行きたいかも。なんかニュージーランド、うわ行きたい。めちゃくちゃいいよ。海と山ならどっち。でもなんか山かもしれない。海はさ、海もいいけどね。あ、海かな。どっちだろう。どっちもいいな。どっちもある場所がいいな。エジプト、うわ行きたいな。ギリシャ、タイ、あタイ行ってみたい。タイもいいね。最近はもう動画で見るばかりです。確かに海外の温泉とかね。グアム、カナダいいなあ。みんな、確かに目的によってね変わるよね。でも私は今はなんか美容とか買い物っていうよりかは食べ物とか、あと景色、なんか、日本じゃ見られないようなすごい世界に行ってみたいかも。あと気温、なんか気候が全く違う場所とか。日本ってさ、なんか新潟はさ、もうなんだろう、こんな感じだから、すごいカラッカラの暑い場所とかとかね。なんかほんとカラッカラの場所とかきついと思うけど。あ、そう、あとなんか全然夜になっても暗くならない場所とか、そういう日本じゃ体験できないようななんか気候の場所とか行ってみたいかも。カラッカラの場所、乾燥するけどね。そうなんだよ。
でも寒いとこってよりかは高いとこがいい、うん、イタリアスプ海外サッカーいいね。アイスランド、もうやっぱさ広いね。フランス、南極、オーストラリア、いいね。行きたい行きたい。オーストラリア行きたいなってずっと思ってた私。あーいいな、なんか広いんだね世界って。素敵だわ。うん、サッカー見に行きたい。海外サッカーとかいいね。いいね、なんかこれさ、こういうのってさ話してるだけで楽しいよね。私は結構それで満足しちゃうかも。もうこうやって話してるだけですごい私は楽しい。動画見てるだけで楽しいし、その場所に行ったような感じになるから、うん、すごい嬉しいです。そうなんだよ、なんかこうやってさ話してさ YouTube とかで見たりあと調べたりして、だから小学生の頃はなんかいろんな国のさその本あるじゃん、なんか図鑑みたいなそうとか読むのすっごい好きだったの。なんか行った気持ちになれるから。うわ、国旗めっちゃ覚えてた。え、私家になんかあるわ、今も多分今もあると思うんだけど、国旗の本あって、それ完コピしてて、でももう今はさすがに分かんないな。あー、これ何、これ、これね、カタール、分かんない、もう今は何にも分かんない。でも本当に前は全部いけたんですよ。これは何だろう、イタリアかな、わかんない。カンコピって言わないか、あ、ネパールか。私何にもわかんないですもん。これイギリスですか。ちょっと、うん、これなんだっけ、このさ緑に赤なんだっけ、なんかパラオみたいな名前だっけ、わかんない、忘れた。これなんだっけ、このこれ、分かん、あ、分かんない。うわ、このさ水色に黄色なんだっけ、あ、分かんない、忘れた。もうダメダメだ、私に問題出さないでください。やばい、もう一回復習したくなってくる。こんなにもう忘れたんだ、悲しい。あのネパールだったんだ、すごい恥ずかしい、悔しい。あれカタールってどんなやつだっけ、赤に白だっけ。あー悔しい、やばい、復習したくなってきた。あー、もう30分経っちゃった。国旗覚えるアプリな、探そっかな、探そっかな。これ何、このしましま、アルゼンチンじゃないよね、わかんない。もう悔しい、もうやだ、もう悔しすぎる。こういうの絶対アプリ入れよう、探して。悔しいのでもうちょっとで終わります。今日は復習します、絶対に。右腕に置く、そう、ここにあるんだ、ここはもともとあった。ねえ、みんな詳しいんだけど、すごい、いやー勉強したい。
かった、明日やる。でも今日やっちゃうか、アプリ探しちゃうか。記念、でも今すごく興味が湧きました、国旗を覚えることに。みんなのおかげで自分が本当に何も知らないんだなって、何も覚えてないんだなって思った。だから私やる、勉強する国旗。なんでって。てかこのさ、携帯のこの絵文字にこんなにいっぱい国旗があったんだね。国旗アンバサダーブロンズ。そんなものない。かなんかさ、たまにさ国旗とか見返すのいいかも。じゃあ次ちゃんと勉強して、次問題が出た時にはみんなの問題にちゃんと答えられるようにします。ねえ、国旗いっぱいあるんだね。じゃあ今日はもうお風呂入って寝ますね。今日はお風呂入れるけど、ドライヤーがすっごく大変なので今日、いつものお願いします。いつも私がドライヤーをする間にみんなのコメントとかを読む。お願いします、頼んだよ。じゃあランキング読みます。73位、ノック、ありがとうございます。ディディ。13位、リュウちゃん、ありがとうございます。12位、金髪のユウスケ、ありがとうございます。11位、青空、ありがとうございます。10位、ミスター、ありがとうございます。9位、みちおちゃん、ありがとうございます。8位、接点が、ありがとうございます。7位、ハードチューンやす、ありがとうございます。6位、春、ありがとうございます。5位、りょうすけ、ありがとうございます。4位、たかのん、ありがとうございます。3位、お酒、ありがとうございます。2位、日焼け、ありがとうございます。そして1位、みったん、ありがとうございます。今日もありがとう。ちょっと明日がね配信できなさそうなので、次はまた明後日かなになると思うんですけど、よろしくお願いします。ありがとう。いやこちらこそ遅くなっちゃってごめんなさい、結局めっちゃ延長戦しちゃったし、ありがとう。それじゃあまた、ドライヤー頑張る、お風呂入ってくる。おやすみ。またね。ありがとう。